こんにちは。僕まだ学生なんですけど、奨学金を借りていて、で前 YouTube かなんかで山本太郎さんが奨学金なしにするみたいな言うてたんですけど、もし借りてて来年から働く人の奨学金ってどうなるんですか？はい、学生さんからのご質問でございます。奨学金についてのご質問でございました。はい、1番目の候補よろしいでしょうか？はい、お願いいたします。そうですね、山本太郎の口から聞きたいかもしれませんけれども、先に1番当たったんで、奨学金チャラを掲げています。なので本当にこの公約絶対実現させたいから、これって本当にみんなの力がいるので、若い人たちにもこいつらがもっとパワーアップしたら、党勢拡大したら奨学金チャラになるんやっていうことを本気で、それが本気だって伝わるように私も頑張っていきたいと思います。もうアメリカでもバイデン政権やってんですよね。もう本当に日本これ早くやらないと、若い人たちやみんながせっかく社会に出たのにずっと借金漬け、もう結婚もできない、子供も産めない、こんな社会本当に一緒にやめていきましょう。頑張ります。はい、令和新選組代表選挙公開討論会です。続いての候補お願いします。はい、山本太郎です。奨学金について来年から支払いが始まるみたいな話ですか？でそれがなんとかならないかってことですけど、ごめんなさい、来年からはどうにもなりません。でもこれチャラにしなきゃいけない。どうしてか、国がやってるサラ金が奨学金だからです。どうして学びたいっていう若者たちに対して借金背負わせるので、どうして利息まで取るの？年間400億円ぐらいの 利益を得たいためにこれやってるんですね。おかしい話じゃないですか。少子化が問題なんでしょ。少子化が問題なのに若者たちにどうして借金背負わせて利息まで取る？金融商品化されてるんですよ、小泉の時代から。これやめなきゃ、教育に対して負担がかからないような社会を作っていかなきゃ、これ少子化の問題なんて是正できるはずないんです。もう国自体が、政治自体がもう壊れちゃってる。だからもう食い物にしかされてないんですよ、若い人たちでさえも。そういう政治を動かすのは誰かって言ったら政治家たちじゃないんです。私たちはやりますよ。その政治家たちにしっかりとやれと権限を与えるのは皆さんなんです。この国のオーナーだから。だからぜひあなたも一緒に令和新選組を大きくする仲間になってほしい、そう思います。ありがとうございます。